今回紹介するのは「だから生きる」という本です。一番大事にしてきた声をして生きる道を選びました歌手プロデューサーとして大成功を収める著者を突然襲った喉頭がんという病声を失うまでの壮絶な日々大切な家族のこと平坦ではなかった歌手生活プロデューサーとしての思いそして 声を失って歩き始めたばかりの人生についてどんな逆境をも肯定する究極の生き方論「シャラン Q」ファンになり20年つんくさんの生態的質には言葉にはならないぐらい深く悲しみ深く落ち込みました「シャラン Q」の大ヒット曲「空を見なよで」でつんくさんは 俺がくじけそうなとき手を差し伸べるから何も言わずにそっと握り返しておくれと歌っています。つんくさんの生態的質の好評の後に号泣でした。直接は握り返してあげられないけど心の中ではつながってます。しっかり握り返しています。つんくさんには家族もいるし、僕たちファンもずっとそばにいます。 一人じゃないですつんくさん。生きていてくれてありがとう。生きていく。選択をありがとう。同じ気持ちで明日へ向かおう。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。